こんにちは。システムエンジニア入門です。今回は、ダウンロードしてすぐ使える、Excel VBA で作成した勤務シフト表の使い方について解説します。この動画の内容です。まず、本動画で解説している Excel シートについて注意事項を説明します。その次に使い方として、都市付きの指定方法を シフトの時間指定方法、シフトの入力方法などについて説明します。本動画で解説している Excel シートについて、Excel シートは無料でお使いいただけます。ダウンロード URL は概要欄をご覧ください。Microsoft 365の Excel にて作成しました。他の環境で動作確認はしておりませんが、Excel 2013 e x c e L2016 l 2016でも利用可能できると思います。基本的な動作については確認しておりますが、不具合がありましたらコメント欄に記載いただければ、時間の許す範囲で修正したいと思います。ただし、修正を保証するものではありません。Excel シートを開いたら、左上にある年と月の表示を確認してください。この年と月の値を変えると、 カレンダーの表示が変わります。カレンダーの表示は変わりますが、シフトのデータは変わりませんので、注意してください。シフトのデータを消去するときは、シフトのデータ部分を選択して、値をクリアしてください。次に、シートの下の方にある勤務の開始時間、終了時間、休憩時間を設定してください。シフトのパターンを考慮して、A から I まで用意しました。 また、右下には、休みなどの勤務区分も用意しました。開始時間、終了時間、休憩時間は、表示されている通り、時刻表記で入力してください。勤務時間は、自動で計算されます。勤務時間の入力が終わったら、名前を入力してください。では、シフトを入力していきましょう。勤務区分の右側に、赤い丸があります。 これは、現在、勤務区分 A を入力する状態になっていることを表します。この状態で、勤務のところをクリックしていくと、A が入力されていきます。入力していくと、一番右側の合計時間のところに、勤務時間が加算されていきます。その人が、その月に何時間働いているかを見ることができます。また、勤務を入力すると、 日付の欄の一番下、合計人数欄の値が変わります。その日に何人働くかは、この欄を見ていただければわかります。勤務区分を選んで、勤務のところをポチポチクリックしていくことで、勤務表を作成することができます。もし間違って入力した場合は、勤務区分 A の一つ A のセルは、データ削除用の勤務区分になっています。 D24 のセルを選んで消したい勤務欄をクリックすると消すことができます。勤務区分を入力できるのは勤務の欄だけです。メモの欄は自由に入力できますのでメモなどでご利用ください。いかがでしたでしょうか Excel シートをダウンロードして便利だと感じていただけたら高評価を押していただくかチャンネル登録いただけますと 励みになります。お役に立てば幸いです。